や一人暮らしどうすかスタートして大変でしょ。やべんじゃねえか。やばい。洗う人いない。そうなの、洗う人いないからね。洗ってきて誰もやってないね。あとね、ゴミはね、マジ定期的に捨てた方がいいっすよ。あ、ダンボール。やばいでしょ、ダンボール貯めると。あれもゴキブリの巣になるもんな。うん、ダンボール良くないよ。結構初めの頃はね、ゴミまだいいやと思ってさ、捨てられるのに捨てないってやるんだよね。まだ溜まってねえやと思って。で、それ続けていくと、もうすぐよ、6月とか小林湧くからね、すぐ。まあ、多分すぐ車を持つことになると思うけどね、本当にね、鹿とかの衝突気をつけてる。ここから山間の方行くとすぐいるからね。この辺からスタートいたします。あんた、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 なんだ、道路上にいるな。はい、こちら見て、なんかちっちゃいな。キツネ1、なんか嘘、キツネ初めて見た。もうちょっと近くで見るべきだった。初めてであればあれかぐらいの。ちょっとちっちゃいな。どんぐらいかな。今度は若いキツネっぽいっすね。いた？あ、ほんと。左後ろ。キツネかな。なんか黒っぽいのがあった。そうですね、黒かった。正面にいるな。なんか寝てんな。うわっ、全然見えんな。オス鹿かい？あ、角ありますね。あ、角ある。多分2歳か。あ、逃げた。あ、なんだよ、逃げた。逃げてしまわれた。すごい。うん、止まった。やっぱ、そうよ。だってこれさ、今までないじゃん、ここのやつら。だって、猟奇でここで見たやつって全部逃げていったのにさ、猟奇開けたらこの感じですよ。あ、いた。ちょっと、爪ですね。爪。あ、いた。いた。2頭。2頭。確か。どれ？左を踏める。おぉ。あ、微妙に数は分かるぐらいかな。あ、なんかいた。あ、いた。早っ。ね。ん？猫っぽいな。ん？ん？ん？あ、ハクビシンっぽかったな、今。ニュルンって感じで出てた。ハクビシンかもしれん。いた。ピカピカ光っている層はタペタムっていう目の層です。人にはないらしい。いた。めっちゃおるやん。なんと3頭。3頭。4頭。4頭。あれね、2頭。2頭だ。2頭いて、ここにもいないね。ないです。やっぱ減ったな。その右手はどうでしょう。後ろにいるな。3頭いるな。4頭いる。あ、そういうことね。あ、嘘。まだいる？そうか。こっちの奥の方に行くんだな、ここのやつら。まだ尻にいる。隠れてるつもりなんかな。いや、減ったね。あ、いた。1頭。見えた？見えました。あ、でもちょっと取れんか。そう。あ、あぜで。あぜに入ってた。目の色が近くない。鹿か。何か。なんだこれ。うわ、死んでんな。天だね。あ、しかももう、だいぶやばい。だいぶダメだ。ちょっと、避けとこう。そうね、左腰っていうか、まあ、腰だろうね、これ。でね、腰いっちゃうと、その神経までいってしまうから、もう、厳しいですね。で、ちょっとこれ、呼吸もあれでしょう。多分、結構、当たりどころがひどい感じで当たったんだろうね。やばいか。多分、あ、またや、こいつ。こちら、こちら、うん、どこだ、どこだ。わからんな。見えないけど。寝てんな。1、2、3。キツネや。キツネ。
みんなキツネに反応するやん。5頭、あ、6頭いた。7いるな。登っていってますね。ちょっとシャイだね。そうですね、ここの辺にしてはね。あれもキツネじゃね。この左左、ほら、あ、いたいた。奥に何かいる。それね、キツネ。ほら、チャンスだ。右側ね、ちらっと見たところいなかった。キュート、ちょっともう数頭先に行ってしまいましたが、3頭です。3頭、これもそうだ。さっきのやつは別のやつかな。違います。お、正面にいるな。あれなんだ、なんか動きが穴熊っぽいな。え、あ、すごい、初めて見た。そっか、あれ、そうだっけ。穴熊はこれではないんですよ。ないか、はい、穴熊。それシウですか。かなと思うけどな。2頭でいるってことはそういうことじゃないかな。花熊、お、取れる取れる。お、いいぞいいぞ。歩き回っております。花熊結構ね、体高が低いっつうんだな。なんか体が低くて歩き方がちょこ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 って感じだから動きで分かったりするので。あっ、キツネですよ。あっ、豊富です。豊富だね。まあさっきのやつだと思うけど。急登の鹿でございます。走り出した、走り出したっていうか、まあのんびりしてんな。でも逃げていってしまいますね。あ、ちょっと厳しいか。うん、いないか。あ、いるんだ。なんか2頭ぐらい見えたな。1頭かな。1頭だけですかね。いるね。あ、なんかいるね。鹿ですね。鹿1頭走っていきました。はい、お疲れ様でした。鹿が46、アナグマ3、キツネが、まあ5か6かぐらいで、あとはハクビシン1でいいか。でハクビシンかもしれないですが1頭いたっていう感じかな。で死にかけの天が1頭と、はい、という感じでした。ちょっと鹿が半分かになっていましたけれども、理由はちょっと分かりませんね。草で探しにくくなってたけど、それが理由かも よく分かんないな。まあそんな半減するほど見づらくなったってことではなさそうなんで、まあどっか行ったんでしょうね。はい、というわけでお疲れ様でした。